第4試合6人タッグマッチ30分一本勝負、土井浩二、日野裕二、カズマ坂本 VS 河野正幸、近藤修二、ジェイク・オーメン。第4試合はトリガー対リアルデスペラードの6人タッグマッチです。序盤から荒れ模様になっています。早くも場外戦。さあ佐久間さん、はい、もう荒っぽい戦いになりそうですが。いやそうですね、もう5分前からね、もう向き合ったらすぐ戦うみたいな、ね、空気感がありましたからね、はい、どちらもこのレッスル1の中で武闘派として鳴らす軍団であります、トリガーとリアルデスペラード。トリガーは河野、近藤、ジェイク・オーメンという布陣、対するリアルデスペラードは日野、カズマ、坂本、土井であります。まあ、今リング下ちらっと見えています土井、非常に注目ですよね。そうですね、やっぱ 8.11 の、ね、戦いで団体背負って、ね、こういい戦いを見せてくれましたからね、はい、土井は全日本プロレスとの横浜分隊での対抗戦にレッスルワン代表として出撃、秋山純に噛みつき男を挙げました。リング内は日野と近藤がやれています。おっと、さすがにパワーファイターの2人、迫力あります。デスペラード土井が入ります。まあ、あの対抗戦を思い返してみますと、まあ、全日本の若手がややちょっとおとなしかった分、はい、土井の荒っぽさが際立ちましたよね。そうですね、まあ、もともと土井はね、こう気性の激しさというのには定評がありましたから、今はこう、ね、リアルデスペラードの立場でこう激しいファイトをしていますけど、そうじゃなくても彼はね、そういう土壌がもともと持っていますからね、対抗戦という舞台でその予算余計に光ったという印象でしたよね。まあ、あの喧嘩慣れしているというね、この土井の起用が見事にはまった格好ですよね、はい、そうですね、やっぱ対抗戦はね、そういう選手が光り輝く舞台というのは歴史からも、ね、証明されてますからね、はい、今回はそれがこの主役となったのがこの土井浩二でした。土井は今まではチームのためにやってきたが、これからは個人の主張もしていくというふうに話していましたが、まあ、どういう主張をしていくのか ね、 そうですね、楽しみですよね。やっぱりこうあの戦いを、ね、経てユニットの枠を超えた戦いですよね、はいはい、あれで少しこう意識として、ね、何か変わる部分はあったでしょうね、そういった土井の個人としての主張というものもこれから見えてくるでしょう。しかしちょっとここまでは攻め込まれています。赤コーナーはトリガー陣営、土井が捕まっています。長身の河野、192センチあります。おっとタックル、その河野を一撃で倒しました土井です。自軍のコーナー日野にスイッチです。日野と坂本、カズマ坂本の連携、息が合っています。ダブルのエルボー、そしてセント、重量感ありますね。日野はレッスルワンマットで圧巻の強さを見せています。まあ、この人もそろそろベルトを取り返しに来るでしょうね。そうですよね、まあ、いつでもね、こう取りに来れば取れる実力っていうのはね、持っている選手ですからね。そしてカズマ坂本、このカズマ坂本は8月いっぱいでレッスルワンから離れることが決まっていますが、まあ、世界でやっていきたいというね、はい、そういうこの意向もあるようですかね。そうですね、まあ、やっぱアメリカのマットっていうのはね、もともと経験している部分もありますから、はい、その思いっていうのはね、まあ、今のチャンスっていうのもあるんでしょうね。年齢的な部分とかもありますから、ね、まあ、そのレスラーとしての欲というのはね、求められるものではないですからね。まあ、そうなってくると、やはりこのリアルデスペラード、このカズマの穴を埋めるのはやっぱり同意ということになりますよね。そうですね、やっぱね、メンバー的にはこう戦力ダウンするわけですからね、それを誰かが補わなければいけませんよね、はい、さあここはカズマのタックル、しかしエルボーです。このエルボー、おっとカウンターのジャンピングに、
この膝が強烈です。河野近藤修司が入ります。近藤の力強いラリアット、キングコングラリアットです。足を踏み鳴らす乱戦戦、すさまじいパワーです。ロープへ走ります。おっとローリングエルボー、カズマのローリングエルボー、今度はビッグブーツ、おニアパワー、いい膝が入りました。このやっぱ日野と近藤のぶつかり合いは注目ですよね。そうですね、近藤と日野のパワー合戦注目です。日野の逆水平対角線送っていく、巨体が走ってくる、今度は返してラリアットは相打ちです。わあすごい迫力です。もうその場でラリアット打ち合い、負けたくないでしょうね。リング中央でがっぷりをするラリアット合戦、おっと迎撃しましたが、またカウンターラリアット、手応えを掴んだか日野。あしかしマハッタンドロップ、 DDT、 近藤修司よく見ていました。さあジェイク・オーメンが入ります。今月からトリガーの一員として参戦しています新外国人です。ここまで参戦して3勝です。非常に楽しみな選手ですよね。動きも非常にいいですね、サイズもあって動きもいいので、これはねトリガーにとっては大きな戦力になりますよね。現在はトリガーで河野のパートナーという立場で戦っています。おっと日野が日野スープレックス、リアルデスペラード土井が入ります。土井とジェイコーメン、力強さが増しています。土井浩二ラリアット2連発、この荒っぽさが土井の魅力であります。やっぱ顔つき見ても土井は自信つけましたね、はい、いやそうですね、まあ、本当にねこう一緒にこう移籍してきた黒潮イケメン二郎と比べると最初はねちょっと出遅れた感もありましたけど、そうですね、まあ、すっかりこうねリアルデスペラードでの戦い対抗戦を経て自信をつけた印象はありますね。しかし捕まっている3人の集中砲火を浴びています。土井浩二、ジェイクがカバー、土井が孤立しています。畳みかけていく河野とジェイコム、おっとこれ高いぞ、チョークスラム、ダブルチョークスラム、しかしカットが間に合いました。やっぱりね2人高さあるのでこれが合体は脅威ですよね。そうですね、6人が入り乱れているジェイコーメンが、おっとフラップジャックで叩きつけました。返せるか、ドイ肩を上げます。横浜分隊で覚醒したドイ、この勢い止めたくない。ジェイクがバックに回ってコブラクラッチ、コブラクラッチを得意としていますジェイク・オーメン。しかしおっと投げを打ってドイが強引に返していく、ラリアット、ドイが持ち上げる、ジェイクは着地、走り込んでいく、カウンタントラスキック、おっとネックブリーカー、ジェイク・オーメンもしぶとい。もう分断してね完全にリング上を託された状態ですから土井はしっかり決めたいですよ ね、 おっと肩始めの体勢、そのまま締め落とすか土井、おっとハーフネルソン、フラフラと起き上がったジェイクに対して捕まえてブレンバスター、垂直気味に落とした、どうだ3つ取った、力強い一撃でしたね最後は。肩はじめで弱らせておいてハーフネルソン、そして垂直落下のブレインバスターにつないでいます、土井浩二の勝利です。いやでも最後ね本当よく勝利ましたね、はい、土井がね、そうですね完全にね最後任されてきっちり勝利しましたね、はい、
土井の活躍でリアルデスペラードがトリガを破りました。こちらは敗れたトリガーサイドです。